7月に開幕するパリオリンピックを前に、イギリスで活躍しているサッカー女子日本代表なでしこジャパンの選手の壮行会が開かれました。まあ、私たち全員でオリンピック頑張るので皆さん応援よろしくお願いします。ゴールを決めてほしい。それで1位になってほしいです。頑張れなでしこ。ロンドンで12日に開かれた清水梨沙選手、植木理子選手、林穂乃香選手の壮行会には、現地の日本人の子どもらが参加しエールを送りました。即席のサイン会なども実施され、子どもらは選手たちとの交流を楽しみました。